ソードアートオンライン、とか、フルダイブ型の MMORPG、それを世界が目指して、変化、していくべき、か。現実はその時、どういうポジションになるのだろう？少し。妙なことは考えたり、する。スペースコロニーを作ることを考えたとき、そこ、にはすべて、作られた世界、だ、100% だ、人の手によって、そこに、自然、それは一切、ない。その環境、を肯定しているだけ、だろうか。人はもちろん、やがては地球を捨てる。数十億年の未来であろうと。膨張する太陽に飲み込まれて崩壊する。それは予定調和として決まっている。その時、人は生き延びるには、宇宙へ出なければならず、その時はその仮想空間に近い環境で暮らす術を、身につけねばならない。ストレス社会の、それ、を、仮想現実で解放する。そんな未来。そこしか先はない。Boop boop!